こんにちは、サラです。今回は10月中旬とあと11月に発売されるキャンメイクの新作コスメをレビューしていきたいと思います。で、10月のコスメに関しては、前の動画、先月ぐらいかなに出したキャンメイクの新作動画でも紹介したんですけども、ちょっとおさらいとして紹介して、で、11月のまだね、多分世に出てないキャンメイクの新作をお先にいただきましたので、そちらを紹介していきます。はい、それではまずこちら、キャンメイクステイオンバームルージュ19番。これは、最近メイクアップソリューションっていう通販サイトで購入したものです。これがね、10月の中旬発売で、店頭はね、最近ロフトプラザ見てるんですけど、3日ぐらい前見た時はまだなかったかな。でもこの動画出してる時にはちょいちょい出始めてるかもっていう商品です。で、はい、この色めっちゃ可愛い。なんか最近キャンメイクさん、私の好きな商品しか出してない気がするよ。もしかして私のために作ってくれてるのかな。こちらがリップクリーム感覚でつけれる深みのあるワインレッドで、色の名前がルビープリムローズ。わかってるね。今唇に色がないから塗っていく。はい、めちゃめちゃ可愛い。なんかね、ルージュっていう商品名なんですけど、口紅っていうよりかは濃いめの色付きリップクリームって感じなので、非常に使いやすい。まあみんな持ってると思うけど。そうしたら次こちら、これもこの間紹介したグローフルールチークスの14番ローズティーフルールです。はい、くすみ青みレッドベージュかな。で、こちらのチークなんですけど、周りだけ取ると結構グレーな発色になっちゃうので、真ん中もちゃんと取りつつ混ぜると赤みが出て可愛いです。あ、なんか肩の筋肉がプルプルする。今日ね、ジムに行ってダンベルをこう持ち上げたんですよ。したら腕筋がプルプルすぎてチーク塗りづらい。で、ジムに行った後にお昼にステーキを食べて、で、その後2時間半寝て、起きてテレビ見ながらケーキ食って、その後ラーメンを食うっていうジム台無し。はい、チークできました。ようやく血色感出てきた顔に。はい、そしたら次こちらです。キャンメイクのハイライター H、前紹介した L01 と、これもさっきのステイオンバームルージュと同じくメイクアップソリューションで購入した N01。 前で動画で紹介した時はまだどこにも売ってなくて、キャンメイクさんが先にこのキラキラタイプのハイライトをいただいて紹介したんですけども、ちょっと今回このナチュラルタイプも手に入ったので比較してお見せしたいと思います。はい、これがね L01。 あの、とてもセザンヌのハイライターに似てます。セザンヌのハイライターが好きな人は絶対好きな感じで、こちらが N の01、 ナチュラルな方。並べるとこんな感じです。色味はね、ほぼ一緒ですね。あの、Amazon でも売られてるんですけど、 Amazon の写真があまりにもピンクでびっくりしちゃった。実物はちゃんとベージュです。はい、こっちが L、 キラキラタイプで、こっちが N のナチュラルタイプ。この N の方がラメ感なのかな、パール感が控えめで本当に使いやすい。ちょっとあのセザンヌのハイライターが
派手、自分には目立ちすぎるなって人、まさにおすすめ。そしたら今回はね、ナチュラルタイプ使っていきます。このナチュラルタイプめちゃくちゃいい。はい、そしたら次こちらです。ジューシーピュアアイズ13番、シャンパンベージュ、11月下旬発売で限定色です。そしたらこちらを使っていきます。まずこのピンクベージュ、このねジューシーピュアアイズは本当に簡単に誰でも可愛いアイメイクができる優れもの。しかも3色だから迷わずに使えていいんですよ。シャンパンベージュっていう名前の通り、締め色にちょっとラメが入ってます。で最後真ん中のキラキラ、はい、かわいい。下まぶたに締め色入れます。で涙袋にキラキラ、はい、これでできました。めっちゃかわいい。これは誰でも似合うやつ。これ限定色か。でも絶対そのうち定番入りするだろうな、かわいいもん。はい、そして最後これね、大ニュースです。待ってましたって感じなんですけども、じゃん、こうか、キャンメイク3 way スリムシェードライナー、ちなみにこれ700円で限定で11月下旬発売で、色が2色あって、私が持ってるのが01のナチュラルブラウンで、もう1色が02のアッシュブラウン。02のアッシュブラウン気になるんだよな。あ、これ今回の01番だけお先にいただいたんですけど、01番が自然な色で使いやすい万能ブラウン、アイシャドウの色が淡め明るめが好き、ナチュラルな仕上がりにしたい方におすすめのカラーで、02番がアッシュブラウンで、赤みを抑えた落ち着いたブラウン、アイシャドウの色が濃いめ暗めが好き、くっきりな仕上がりにしたい方におすすめのカラーとなっております。でこれもいただいた瞬間からマジで愛用してて、本当に定番化してほしい。はい、すごい極細のリキッドライナーです。これがね本当に描きやすいの。すっごい繊細にラインを描けます。なので、あの二重のライン延長とかすごいしやすい。色味もいい。でこれね、眉毛にも使えるそうです。じゃあちょっと二重ラインを延長させます。はい、どう、めっちゃ自然でしょ。結構ね、あの強めに描いても太くなりすぎないので本当に描きやすい。涙袋の影もう非常に描きやすいです。反対側も、眉毛もね描けちゃう。
ちょうど眉尻薄いから。はい、ということでいかがでしたでしょうか。10月11月のキャンメイク新作の紹介でございました。最初に紹介したリップ、ハイライト、あとチーク、こちらはもうすでにメイクアップソリューションで購入できますので、気になった方はチェックしてみてください。チャンネル登録と Twitter と Instagram もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。